お願いします。お願いします。お、ああ、はい、ああ、ありがとうございます。はい、ああ、はい、ああ、そうですね、はい、ああ、うん、上流くん、ポケさんやろうぜ。いらっしゃいませ。ありがとう。上流、待っとったで。あんたの体が空いとったら、こっちは頼みたい仕事がいくらでもあるんや。俺はずっとさらわれていた仲間を助けたとこなんだが、まあ体は空いてる。さすがやな。そしたら早速やけど、実は今キャッスルの闘技場で上流コールが起きとる。ん？なんだそりゃ。あんた目の肥えたキャッスルの客に認められたんや。ニューヒーローとして歓迎されとるっちゅうこっちゃ。今度は前座のカマセイヌとちゃうで。あんたはスター選手としてあの闘技場に求められとる。対戦相手は世界でも指折りのガチ勢や。地下格闘技で言うたら世界最高峰と言ってええやろ。これ聞いてどないや、上流。あんたも生粋の戦う魂を持つ男。またキャッスルのあのリングに戻らずにはいられんな。せやんな。まあ確かに嫌いじゃねえよ。だが俺が蒼天堀でやることは大体済んだしな。わざわざあんたにヘリ出してもらってまでキャッスルに行くのは悪い。そんなあかん。何遠慮しとんねん。キャッスルのお客さんたちはみんなあんたが来んのを待ち望んでるんやで。こんなに人から求められることなんてそうそうないわ。うちもあんたの戦う姿がまた見たい。せやからええやろ。今からすぐまたキャッスルに行こう。今からすぐって急に何なんだ。それ
が実はうちな闘技場の受付に上流はメインイベントにも出ますって契約してたんよ。なんだと？いや、わざとやないねん。けど受付で登録した時の書類にちっちゃく書いてあったんや。せやから上流には少なくとももう一遍戦ってもらわな、うちが違約金払わなあかんな。頼むわ上流、うちの顔立てるためと思って。そうか、しょうがね、わかったよ。じゃあまたそのうちにな。それもええやけど、今まさに上流コールが来てて、今夜行ったら特別ボーナスが出るんやって。なら今すぐ行った方が断然お得やないな、な。どうやらマジで言ってるみてえだな。アンナ、せやね。いや、あのね、あかん。しばらく寝てろ。
間作っちゃう。あのね、
やね。あんな？お客様。よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。いえ。するかな。お客様。
またお越しください。ああ、上流様。いや。はい。上流様。ああ。はい。上流様。あのね、ん？あんな？せやね。少々よろしいでしょうか。ええ、
はい。ほんまに？いえ。兄貴。兄貴。いや。いえ。堪忍な。はい。せやね。ええ、はい。せやな。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい。ええ。せやな。よろしくお願いします。はい。ああ上流。その通りです。